どうも皆さん、おはこんばんにちは、アンネです。今晩はですね、夏休みということもあり肝試しです。皆さんお部屋を暗くして私と一緒にね、お家に帰りましょう。このゲーム、お家に帰るっていうだけのゲームです。家に帰ればクリアという分かりやすいゲームでございます。お分かりでしょうか。怖がりのあなたも大丈夫です。僕がいますから大丈夫でございます。もう今始まってるんだけど、顔にモザイクあるこの女の子が、なぜか着物を着た女の子、神社からスタートしたね。ということでやっていきますか。やるか、ホラーゲーム。両親とはぐれてしまってどこを探しても見つからないの。仕方がないから先に家に帰っていよう。こんな楽しそうじゃないと思うよ多分ね。はい、これね、神社からスタート。これまあほぼ初見プレイ。お参りして様子がおかしいですね。何の説明も受けません。で、この基本操作、ジャンプ、このね、ダッシュで、これダッシュはでも体力がなくなる。はーって聞こえた今、この女の子の体力がなくなっちゃうと。まあとりあえず行ってみる。行ってみます。ちなみにちょっとは分かるね、著作権TT ダンス、 TTT。 ちなみにここちょっとやったことあるんですけど、例えばまあちょっとあえてやりますけど、こういうゲームです。今何が起こったか皆さん分かりましたか。分かんないでしょ。俺はこれ最初初見ここはやったんで言うんですけど、何が起こったか分かんなかったね。まあこれ赤信号で渡ると引かれちゃうよっていう、いやだから信号を守ろうねっていう、この開発者側からのメッセージ。一面もクリアしません。不審者に遭遇した時はマンホールを使ってテレポートしなさいってみんなも習ったよね。これは常識です。このゲームの常識でございます。っていうのも、このゲーム説明をすると、このマンホールがあるでしょ。不審者に会ったらマンホールを見つけろっていうこと。不審者に会ったらこのマンホールを触るとワープします。これはみんな学校でも習ったよね。常識だと思うんだけど、でもマンホールでワープしながら不審者から逃げろっていう、やっぱ学校でね、多分小1の時に習った、みんな覚えてるかな。とりあえず不審者を見たらマンホールに入れと言われは習いました。本当本当か、まことか。だから不審者、あ、ちょっとシミュレーションする。じゃあ、あの角に不審者が、こういうことです。距離取れますから、こういうことね。もう一回シミュレーションね。いや、不審者、距離取れますから OK。 じゃあ公園がありますね。お家に帰らないといけない。このゲーム、見ました今。一人でにブランコが揺れました。前回やった時も揺れたんですけど、バグだと思ってたんですけど仕様ですね。体力あるのがまた厄介ね。ここから俺、こっからほぼ初見っす。ほぼ初見なんで、どう攻略するか分かんないんで。準備はいいかい。視点が変わりました。出ました、怖い。ここからです。はい、ホラーゲームと似つかないこの、今聞きました、運動会の BGM が流れてそっから逃げるゲームでございます。全然怖くない、音楽は音楽は全然怖くないさあ行くよ。要はあの女の人が逃げればいい。わかるかな、あれね、こいつから逃げるってやつね。うわーやばい、うわー、女じゃないやつにやられた。うわー、びっくりした今、ゾワッとした。慣れてない、うわー、犬来たよ。ちょ、もう一回いきますね。あ、本当にマジで怖い。ということで、どっから始まるんだっけ。うわー、こぼするね。やばい、走れ、うわー、これ行け、やばい怖い、うわー、どっち、うわー、うわー、うわー、音が、あー、音がない、うわー、助けてー、やー、とりあえずマンホール入れ、あー、来て、お、どこー、どこー、来たー、どこ、ああ、どこも分からん、どこから、
ンさんな、無理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 、畳みかけすぎ、畳みかけすぎ、これはこれは畳みかけすぎ、ねえ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 、ちょっと畳みかけすぎでは、ちょっと本当にちょっと無理、酸欠、今俺酸欠状態、ちょっとごめんなさいね、声はね出ちゃうんですよ、あかんかんかん、震えとる震えとる、めっちゃ怖い、犬無理くね、ちょっと待ってクリアできんのかなこれ、自信ない、ごめんなさい、声いきます、ここは最初入った方がいいかもしれんな、私の家は黄色いマンションの3階、え、黄色の、はあ、マンションの3階に行けばこのゲームはどうやらクリア、 OK、 ちょっと待ってな、本当にな、こめかみがな、両こめ、両こめはき、こめかみ、バカ激痛男、やばい、ちょっと勝手に消えんといて、これどうしよう、一回距離取るか、距離取るか、そうだよな、家帰るのに変な女がな、ついてくんのよな、黄色い家を、あ、なんかあった気がする、向こう、Q ボタンで指をさしてくれる、うわ、来とる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 、距離離して黄色い家、向こうの方にある、あの女に見つからないように、あ、疲れた、体力、びっくりした、向こうにおるな、向こうに、あ、黄色い家だ、ちょっと待って、これこれもう、もう知ってんねー、後ろいたやん、あ、いる、顔キモ、ここやべえぞ、マンホールねえぞ、うわ、二人おっそ、足、どっち、オッケーオッケー、これこのまま行ったらいけるんちゃう、早えな、あいつ、クソ、うわ、ダメだ、入らないとマンホール、うわー無理、うわー、もう今マウスシャキになった、あー、マウスクワになったって、うわー、うわー、怖えー、マウスクワになった、今記憶ゲー、記憶ゲー、ちょ、まず、あ、もうダメだ、もうこれティ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 、もうわかんねえ、私の家は黄色いマンション3階、はいはい、ちょ、お前前から来るの、近くね、そっち、全部逆をついてくるこいつ、どっちから来る、後ろだ、うわ早くない、うわ早いぞ、どっち、うわどっ、くそ、もう入れ入れ、やべ、そっから出てくるの、違くない、前から、クリアできる、これゴールする気ないならあるわ、めちゃくちゃあんだからな、ほんとに、家からはずるくね、これ、家からずるくない、いやー、案内さん、バイト、ヒコニー、ありがとう。エンターキーで攻撃？そんなことある？エンターキーで攻撃。なんか、何人もいっとんな、エンターキー攻撃。とりあえず、暗記ゲーツ取ったから、マンホール、いや、もうこんなん暗記できんくね？勘だろうが。これ、後ろ行った方がいい説とか、ない？逆の発想。ない。なし。ちょ、待って、俺、体力ねえわ。もう意味わからんくない今のは。ここに、あえて入るパターンでいく？無理やん。来んなよ。いけてる。体力温存大事やからね。いる。一回入ろう。一回入る。犬いる。冷静よ。誰もいない。来た。向こうね。いない。入らない方がいいな、これは。いつでもマンホールに行ける。この間合いってのはすごい大事なのかもしれない。来たら入るみたいなね。そういう感じ？前方にいるか、あれ。なんか、ボワーンって光。無理やねん、お前とは！あー！毎回もう、ビクンってなっとるんやけど、俺。マジで。
開発されとるこのゲームに俺ビクンビクンしとるんやけど、やめてくれよマジで怖いから。ハイドキツあいつ。ちょっと待って、本当にちょっと冷静に、ちょっと作戦会議、リスナーたちの知恵を貸してくれ、頼む。ちょっと冷静に行こう。こっちから来てるから、こっち入ってみる一旦。怖えなマジで。見ろほら、顔がなんか肥大化しとる。怖っ。今の見ました。近づいた瞬間本当に陸上選手のようなスプリントを決めてきやがった。スプリントバーストを。怖えぜマジで。無理。シンプルな作りの同じ建造物、おそらく同じオーナーで同じ設計士に頼んだ。ちょっとね、角待ちが怖いんで。はいはい、お前は知ってた。え、私がいる。え、大人。え、これじゃない？ま、回し蹴りできんの。え、何事？理解が追いつかん。ちょっと待って、戻ってきた。今の誰？ワールド F4 で倒せますよ。騙されねえ、それは。わかんねえ、俺は。え、またスタート位置に戻ってきちゃった。え、これ、戻ること意外と大事やったりせん？俺思うんやけど。前から来たわ。嘘です。すごい畳みかけんねこいつら。俺にどうやら、俺にホーミング機能がある。オッケーオッケー。一応角から距離を取って来とるね。はいはいはい、わかんね。大丈夫、対応すればいいだけ。こちら大人として適切な。疲れんなマジで、頼むから。犬が前方。これいけるかな、届くよね。家が怖え。マジで家が怖え。入る。借金。向こうか。遠いな。と、いや、怖え。マジでトラウマ。あ、後ろ、後ろにおる、後ろ。今、今です。今よ。ここ大事よ。対処ね。角待ち対処。後ろから来てる。入る。借金。向こうね。前方に。ちょっと待って、これは積んでる。向こうね。オッケーオッケー。ここ何回も来たな。なんか、怖え。とりあえずマンホール入るか、これ。向こうね。いや、このマンホール感怖え。このマンホールとマンホールの間が広いのが怖え。大丈夫かな。え、待って、ちょっと、一回待つわ、ここで。待たせてくれないよ。マンホールが多い、こっち側行くか。やっぱマンホール大事。どこから出てくるかわからない、この恐怖。前方から来んだよ。よし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 。いいぞ。どこ行った？オッケーオッケーオッケー。で、ダメすぎるこれは。尿道キュンなる。どうしたらいいんだよこんなもん。家行けた今。ちょっと待ってな、ちょっと待って、ガンガンガン。まずはこれ。でも前方から来んねん。わかんねん、そんな、それは。前方から来んのわかんねん。ふがふがしねえ、するだろうが。するだろうが、ふがふが。どっち行けばいいんだっけ。一旦こっち入って、結構、じゃんじゃん入っちゃっていいと思うんすよね。もう、こうなったら。一応、これと、マンホール位置が遠いのは絶対ダメで、マンホールを常に近いところに置いてないと、来てる来てる。見たら入る、見たら入る。なんかおるって。危ね。で、これで、向こうにあるお家、黄色い家あるが、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 しかし、さっきこっち行ったやな。で、多分こっち行った方がいいやな。9でデスビーム。なんかおるよ。気づいてない。バカめ。カスガ。え、どこから落としとるんですか。バカだったのは俺だったわ。完全に。どうやったら終わるんだ、このゲーム。マジクリアが見えてこねえ。どんどんじゃんじゃん入っていいよ、こういうのは。じゃんじゃん入ることに意味があるかもしれない。これを今までやってない。あ、いるね。ここ入るしかなくて。ここ入っとったらクリアみたいなあるかもしれんから。ちょ、やべえ。体力マジでやべえ。体力管理大事。え、これ入るか。入ろう。え、ちょっと音が。
ちょっと待って、音が？今めっちゃ怖かった。見てた俺のこと、絶対。見てたよ。ミッションって何？ミッションという概念があることを知らないよ、このゲームの。犬、これ出てくんねん。いや、もうこっち、一回入るか。向こうにありますよと。あれ、ここ前も来ませんでしたっけ？出ます！犬が見える。犬は索敵能力弱えな、あいつ。向こうな。オッケー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 。ちょっとダメ、マンホール感が広い。大丈夫か？いけるか？あ、犬。索敵されてない。ザコが。うわ、あれ？初期位置じゃね、今の。あれ、記憶ありますよ、あの、公園の遊具。デスビーム。マンホールを近くに置いておけば安全で、トリマ。いや、マジで。やっぱクリアリングの大事さ分かるよね。FPS における。TPS におけるクリアリングの必要。はい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 。ザコがよ。おめえにはもう捕まらねえ。ザコ虫が。向こうか。ダメだな、これ一回入るか。うわー事故やん。事故やん、今のなんかさ。今のなんか事故やん、そんなもん。もう無理やん。無理やん、今の。ザコがって言って、お前にはもう捕まらねえ。うわーコントか？初めてのパターンで攻めてくるなよ、ここに来て。マジで怖え。やべえ。熱狂的ファンやめてもらっていいかな？ファンから逃げるゲームと思ってやる？ちょっと怖いから一旦。熱狂的ストーカーから逃げるゲームと思ってやるわ、このゲームを。俺のこと好きって言ってた割になんか嫌がらせしてくるんだよな。あ、うわー、来たー！ザコが。いや、ファンに俺そんなこと思ってないからね。ファンにそんなこと思ってないから。こじらせリスナー。いや、なんか、とりあえずなんかマンホールに入ったらなんか負けたわ、リスナー。本当に。なんでついてこないんだろう。マンホールの中は無理なのかな。潔癖症かな。マンホール入れば対策できるから、まあ大丈夫かな。家に頑張って帰ろ。いや、もうさすがに巻いたでしょう。やっぱりちょっとこじらせられるとちょっと困るな。家どっちだっけ俺だ。記憶が、あ、こっちだ、俺の家。よし。行きます。帰ろ。今日のご飯何にしようかな。どうしよう、奮発してカニとかにしようかな。カニとか。来た、ファンが！え、ちょ、早い！ファンが早い！ちょっと待って、早い！畳みかけすぎ。ダメだ、ファン攻略法無理。ファン攻略法無理。ダメだわ。怖いわ、怖いもんは怖え。ファンが陸上部って知らなかったぜ。冷静に対処していくのがいいわけよ。真正面から来る。一回ここ入るか。ここ入り、ちょ、頭痛いっす。今、ちなみに自分。シャキーン。ファンのスプリント能力エグいから、ちょっとあんまり、ちょっとファンを悪く言うみたいやからやめるわ、これ。これ入った方がいいのか、入らない方がいいのか、どうなんだ？いないね。向こうにあるよと。これ行くかい？歩くかい？こんな声来た組道やだけどな、帰り道。一応ね。両方に対処できるように。はいはい、向こうにおるね。ってことは歩いていけるな、この距離感は。じゃあ走るか、ちょっとだけ。大丈夫、マンホール間に合う。うわ、こっちなんもねえじゃん。おっ、ここよ、ここだから。多分家の前にマンホールあるやん。これ入るんちゃう？一応出す、一回出しとく。はい、ザコが。ちょっと待って、犬来た。え、これどうすりゃいいんだ？え、一回出したからもういけるとかない？向こうか。もう二人寄ってくるもんな、当たり前のように。向こうね。ちょっと遠回りしてこう。いや、マンホール感がすごいな。待つか、ここで。来るの。黄色い家見えたらまっすぐ。結構大丈夫、攻略してきたよ。ダッシュ温存ね、基本。これ、マジ、常識。来てる。二人来たよ。二人おるみたい。ね、二人おるから。二人おるからね。ファンが。
二人にもリスペクトされてると考えよ。ね、もう殺されとるからな。お家に帰りたい。その一心でここまで頑張ってきました。ただ家に帰りたいだけ。俺の目標、家に帰ることのみ。家に帰るの見たいだろ、みんなも。俺はリスナーの思いを叶えてあげたい。いや、シンプルに家に帰りたい。オッケーオッケーオッケー。こっち。いや、これ攻めるか。マンホール感広いけど。ちょっと走るな。ちょっと無理無理無理。T が大事。はい、足速くなってない？明らかに。ちょっと待って、怖い。怖い。ちょ、覚えなか、覚えなか。右行って、そうすると、こっち。右行って、近いルートをね、探した方がいい。ここ入ると。で、その後、ここ入って、遠い。全然遠い。ここ入ってみるか。遠い。あ、もう忘れた。もう忘れた。ここまで来るの。ここまでの来方忘れた。もう。無理。で、入る。近くね？来るとこまで来たって感じ？一応マンホール。オッケー。オッケーオッケー。向こうにおる。マンホールまで遠いね。いや、これ入ろう。入ろう、入ろう、入ろう。これダメだわ。一個しかないマンホール。はい。目の前犬。マンホール多い方行こう。行くぞ。絶対帰んねん、俺は。お家に。お家に帰って今日はカニ食べんねん。可愛い彼女もお家に待っとんねん。よしよしよし。可愛い可愛い。D カップで、すごいなんかテクニシャンな彼女が家で待っとんねん。カニ好き作って。ちょっと無理、怖い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 。彼女いらないんで許してください。またここ？さっき来たぞ。覚えてきたぞ。いや、こっち行っちゃダメなのよ。マンホール多い方に基本行く。いますね。もう無理やん、無理やん、もう今の。ワンワン、ワンワンって。無理。入ります、ハイリーの。はい、黙れ。よし。ハイリーの。ハイリーの。もう無理。無理、もう無理。やれない、これ、怖え。真面目にやってんだよ。真面目にやってこれだよ。クリアできんのかな、これ。ピースコントロール大事じゃねえよ、これ。フォートナイト関係ねえだろ。資材集めてえわ。建築してえわ。なんもできん。もうどうすりゃいいの。難しすぎへん、これ。わ、初期に戻ってきちゃった。初期だよな、これ。え、目の前から女、どっちだ。女の方か。これは厄介だな。マジどうすんだ。こっち行くか、一回。行くかい、行くかい。やるかい、お嬢ちゃん。犬。いや、ついていくのは明らかおかしいよな、犬に。やるかい、行くか。犬左曲がったし、すぐ来る。よし。犬。向こうか。全然前進めねえ。プリしてたわ、そう、プーリーちゃん。プーリーちゃんやんなよ。あ、これ後ろ見れるんやな。右クリック。無理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 。もう右クリックが怖かった、今。もうどうすりゃいいんだ。クリアできねえ、みんな助けてくれ。来てる来てる来てる、一回入ろう。あ、もうダメだ。ああ、ちょっと見てくれ、みんな。怖すぎるだろ。あ、もう後ろ怖い。記憶しないと多分クリアできない。無理だろう。じゃあ大丈夫。どこだ今。向こう黄色い建物ある。え、分からん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 。向こう死人で、うわー、早い。無理やんか、これ。どんどん速くなってない？女と犬はワープしてるわけではないから、引きつけるだけ引きつけてマンホールで入れば死ににくい説。なるほどな、なるほどな、わかったわ。なるほどなるほど。引きつけて、マンホールに引きつけて引きつけて、なるほど。端っこの方に寄せた方がいいってことでは。じゃあ、ってことは、ってことはよ、オッケーオッケー。だいぶ遠いところから、ここで待つか。バカめ、来た瞬間飛んでやるぜ。
そういうことよな。ここ多分端っこよな。来ました。はい、これでこれでダッシュ引きつけたよ。だいぶ多分後ろの方おる、間違いない。これはオッケー、向こうな。今がチャンス、今がチャンス。あんまダッシュせんといて大丈夫。後ろ来てない。ほんまや、お前天才カリスだ、マジで。来てへん来てへん来てへん。多分後ろからやないよ、来るんやったらな。オッケーオッケー。お、リスナー天才、リスナーに天才がおる。ほらマジや、ほら後ろやもん。あ、バカめカス、お前なんかな、攻略しまえばこんなもんよ。ちょっと待って、追いつかねえよな。大丈夫、間に合うよ。まっすぐ行けばいいって言っとったな。あ、そういうこと？あそこから入るんじゃなくて、こっから入るんね。わっほーい、ザコゲ。今心臓キュンになった。ほら、ちょっと一回休憩させて。一回休憩せんとこんなもんやっとれんわ、マジで。今の怖すぎるだろ。新しいパターン出してくんだよ、ここに来てよ。でも今の作戦良かったよな。大丈夫、もうお酒の力を借りて俺は無敵やね。大人なめんな、カス。大人ってのを見してやるよ。冷静な立ち回りをな。こちら行きます。そして、マンホールで、オッケー。マンホール、ここで引きつけるんよな。これマジでね、考えたりですな、天才。はい。限界まで引きつけて、ザコが。で、ここです。ここで向こうなんで、もう本当に行くだけ。わかったか。家の前のマンホールに、ちょっと入ってみるか。戻されたよ。あ、右側来た、右側来た。よしよし。お前なんか、位置関係おかしくねえか、今の。え？バカめ。で、これま、このまま行くだけでは？やっぱスタートからの方が順調。あ、これ追いつかれる。入らないと。オッケー。入って、これ引きつけるか、これ。また。目の前おる、真ん前おるな。あれ引きつけるぞ。引きつけるよ。はい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 。おいおいおい、変な顔。よし、冷静。ほんでどっち？向こうね。はい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 。おうち。あー、ダメかな、これ。間に合わんかな。間に合わん気がするな。一回入るか。入って、うわ、またここかよ。入っちゃダメやな、ここ。いや、だいぶ慣れてきたわ。いや、これ来る気がする。俺わかんねん、経験則。ほんま、え、来たわ。どう、全然違う方向から来てないじゃん。やっぱもう初手よ。初手しかないわけ。ここでこう。で、こっちに引き寄せる。わかんねえ。オッケー。それが多分一番ゴールに近い。で、躊躇なく、ただ前進あるのみ。引きつけるぞ。おい、来いよ。来いよ、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 来いよ。デスビーム。はいはい。はい、ここで。向こうね、ひたすらまっすぐ。ただ全身があるのみ、全身全霊。ちょっとずもし、それを突っ込め。余裕よ、これは。迷いがないとこうよ。で、ここ入っちゃダメ。で、左側の、あれ、マジでこう、いや、これやん。で、これ右側な気がするんやけど、ここまでは安定してこれて、ここ入ってみる？わあ、ちげえな。あ、ここさっき入ったわ。え、来ない来ない来ない。あ、違うわ、これ。みんな違う。うんね。とりあえずこっち行って。一回出した。二人出てきた。ねえ。ね。二人がも、増えるんだ。そういうことね。フラグね。増える。オッケー。大丈夫。大丈夫じゃないか。どうでしょう。どうでしょう、これ。後ろの家に行ったら、家の後ろ行ったらいけるよ。なるほどな。マンションに行くと二人あるわけよ。でも、だいぶ来たね。これいけるぞ、みんな。見たいよな。はいはいはい、もう分かってんね。分かったらゲームなんて、ホラーゲーなんてもう作業に変わるから。大丈夫。僕、案内だから。はい、こうで、あとはもう走るのみと。多分違うわ。分かった。これ、一人出すやん。一人出して二人になったら、そうなんよ。これもう二人になるんよね。ここから。で、こっからもう一回同じことをせなあかんのよ。気持ち悪い、マジで、本当に。お前。嫌われてるよ。双子ちゃんになったから、まさかのマナカナだったわ、あいつ。双子ちゃんになったから、この二人をかわして、あそこに入れば、多分。
その時案内は死を悟った。やることはもう変わんねえ。で出すのは多分ねフラグだと思うんだよね。次につなげる、出すのはこれ間違いないのよ。出す、一回出す、出します。はい、これで真ん前入ってみるかね。俺の方が早いで。はい、はい、早い。で向こう二人ともここ引きつけるってのはどう。こっち側ね多分走ってきとんのや多分。で多分結構遠くまで行ったから、はい、一人来たな。二人来い頼む。もう双子ちゃんは俺にぞっこんなわけよ。マナちゃんおいでやす。ザコがよし。でこれでこのまま行ったらいけんちゃうか。どう、みんなどう思う。いける気がするんよな俺。この紐解く感じね、これホラーゲームの醍醐味。これは行ったことね、マジで。おいおいおい、え、ちょっとちょっと待ってね。二人いますね。連なっとらん。連なっとるなー、これは連なっとるよ。連なっとるなー。マンションの後ろのマンホールなる。何、え、でも今のじゃダメなのかな。ゴールが違うから無理だよ。え、ゴール違うの。いいこと聞いたぞ。え、どう、マンションの後ろのマンホールどういうことだ。ちょっと待ってね、一回マンションの後ろに行ってみるか。でここでもうやることは一緒、やることは一緒。もうこれみんなわかるよな。え、マンホール使うと家から遠ざかるよ。え、わかんねえもう。え、どういうこと、ちょっと待って、攻略法見てんだけど。これってこれ右側行けたりする、これひょっとしてなんだけど。来てない。いやもう行けんちゃう。行けます。もう無理右も無理。後ろの家ってどこのことを指しとんのか、コメントのラグがあるからわからへんね。やっぱ出して、双子ちゃんは出して、それをかいくぐっていかないといけないわけよ、多分。違うかな？黄色い家は合ってる。合ってんのね。マジで助かるわ。有識者。ありがとう。で、これで、もうスムーズよ。はい。で、これで、どっち前、こっち行くか。でもこれ入らなかんよな、絶対な。多分合ってると思うのよ。双子ちゃんをこの角で、角まで寄せて、はい、来た。もう一人いてもいいやで。はい、いない。で、お、神来た！さっき出てきたから多分いないはず、双子ちゃん。ほら！ほんで、ここ入ると？おい、来れんのか俺のところによ、ここ、おい！さっきはよくもやってくれたな！来る？来るとかないよな。わあ、絶対あるやん。絶対あるやん。わかんねえ俺もう。しかも中入ったよな、あいつマンションの。あいつマンションの中入ったよな。いやでもわかった。もう大丈夫。いや、みんな見たよな、クリアする場面。今緑に光ったぞ。ちょっと待って、クリアリングな。ちょっと嘘やと思うねん、多分それはないね。ないね。もう一回、そんなバカだね、こんなもんないと思う。今の見間違いやと思うよな。
どういう状態なんだこれは。何状態でここにおんねん。多分この緑の光がそれやねん。わかんねん。俺を中心に移動しとんねん。この緑の光がミラー見せられないよ。もう無理だろこんなもん。どうすりゃいいんだ。いやでも分かったからな、分かったからな、分かったからな。だから屋上に長くいたらいかんのよ、分かる。屋上からが本番。ここ屋上まではもういい、大丈夫、いける。分かったらこっちの方や。怖すぎて見れない。バイ中学生大丈夫。あれもう二人連なっとる。これは二人を引きつけたと言っても過言ではない。近いのでは。これで近ければ俺の勝ち。来たんじゃないの。来た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 。よし、もう上で見るとかしない。上で見ない。はい。で、お、すぐ降りる。すぐ降りちゃうわけ。どこ、土地、ここ。ふう。ば、そんなまさかね。いや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 、ない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 。家の中に、家に帰るゲームやから、こんなない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 、そんなあるわけがない。ない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 。家だって、家にだって入ってきたら犯罪やからね、それは。これピアノ、ベッド、ピアノ、ベッド。ただいま。お母さんが壁に話しかけてる。でもなんかいつものことだし、まあいっか。うん、あ、和田アキ子だ。和田アキ子のなんか写真がなぜか家のあれに貼ってある。和田アキ子だよねあれ多分。和田、あ、これ和田アキ子。電気消えた。お母さんが赤く光ってる。でもいつものことだからな。寝ようかな。お母さんが消えたり、消えたり、なんか、たまにするけど。まあ、いつものことだからな。ね、まあ、ちょっと、ありがとう。いつもお母さんありがとう。ご飯おいしいよ。でもそれ、多分お父さんじゃなくて壁だよ。じゃあね。おやすみ。ああ、学校行ったのになんか、ランドセル忘れちゃったな。お母さんに話しかけると話が進むのかな。このピアノの部屋は入れないみたい。なんか、なんだろう、中にひそかがいてオーラで邪魔される。ああ、いつものお母さんだ。どうしよう。ああ、うちはテレビ見ない。あ、テレビやった。壁掛けタイプ。これ誰、私行く。ただいまお母さん。どういうこと。お母さんが変になっちゃった。何だ、なんだ、怒られたの今俺。これ絶対和田アキ子、和田アキ子の画像勝手に使っとるこれ。え、無理。何、一番怖いやつ来た。なんかすごいすごいのこ来た。縄跳びしてきた。あかん、もうこれちょっとまた、ちょっと夏休みにもう一回やるから皆さん、ちょっともう家の中までで今回は勘弁してほしい。これで、本日は終わらせていただく。ということで、皆さんお待ちかねでございます。ホラーゲームの時間がやってきました。続きから、あ、ここまではやったんですよね。この前は、ここでちょっといろいろ調べたんですね。ピアノある部屋があって、これが自分の部屋なんですよ。ランドセルアリーの、ベッドアリーの、怖い顔。それこの子顔がないんよな。これヒントなんかな。顔、手、左手から右手走っとるってことこれ。ピアノは触ったら縄跳びしてくるからダメだよ。なるほどな。ピアノは触っちゃダメ、覚えとくわ。ネタバレ食らっちゃったけど、で前ピアノ触ったら変な化け物来たからな。なんか意味わからんね。左手から右へ。お邪魔します。誰ば、ママ、うん、帰ったよ。
ママ、ママ、それお父さんじゃないよ、壁だよ、ママ。でここに和田アキ子がおんねん。和田アキ子があそこにな。これみんなあれが和田アキ子と認識してなかった人いたけど、あれ和田アキ子。和田アキ子です。和田アキ子にしか見えんやろ。てか無音怖いって。和田アキ子さんと宮根誠司さんです。これは確定ですね。これは宮根屋のあの MC です。多分そうだと思ってます。すごい近距離で、いやあ金魚見ている。話せません。何もできません金魚。ピアノ気をつけてく。ピアノ前踏んだんでわかります。これ近寄ると。で、消えんねん。で、何やったっけこれ。お母さんこれ。金魚食べれんのこれ。仏壇で電気消して、テレビつける。ほんと？テレビないです。ボタン。ああ。お母さんやってこれ確か。お母さんが、えっ！って言うから多分。ウルトラマンみたいな。これどうすんやこの後。この後が知らんど。自分の部屋戻るんか？え、これちょっとマジでもういけんかもしれん。わからんと怖い。電話いろいろ調べてください。ああ、怖い。なんかいない？ああ。え、なんかいない？あの、玄関の向こう。なんかいない？いないあれ。ほら、人影。うわ、気配する。え、どうしよう、動けない。え、でもピアノを踏んじゃダメ。ピアノ踏んだら出て、あ、え？ウーバー？ウーバー？え、いるって絶対。あ、自分の影や。ああ、自分の影や、あれ。あれ、自分の影でした。おお、テレビがシャーってなります。え、テレビ、多分フラグやよな、それ多分。え、自分の部屋どっち行けばいい？誰か助けてくれ。光る。チョーク。光るチョーク、神。まず自分の部屋でピアノ弾いて、どういうこと？ピアノない。え？ある。弾いていいの？前出てきたよ。無理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 。めっちゃ見とる。こっちめちゃくちゃ見とる。でてて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 て。はい、これ見たらかんとかないよね。めっちゃ見とる。めっちゃ見とる。めっちゃ見る。お母さんなのこれ。すごい見とるよ。ああ、これどうすりゃいいんだ。これどうすりゃいいの。こっちずっと見とる。よく見たら、わあ、目が死んでる。目と目が合う。目合っとるね、マジで。どういう気持ち？教えて。今私は怖い。あなたは？そしてあなたはどういう気持ちなんですか？これどうすればいいんです？これ。この状態ホラーゲームであんまないよ。来るよ、普通。そっちが。そっちがまず来る。そっちが来る。来んね、普通は。俺は行きたくない。できればね。できれば行きたくないね。どういう気持ちなん？なんか喋れよ、お前。なんか喋らんかよ、お前。ほんで誰？ほんで誰よ、お前。その帽子。部屋やで、ここ。日本やで、ここ。何その髪型？キモ？キショ？帽子か、お前。紫色の帽子か？髪か？どっち？どういう気持ち、ほんで、今。今どういう気持ち？行くよ。うちの怖すぎて行けない。どうする？あ、全然どっか行ってくれない。うん。借金して、指させん。これ怖い。指させん。うわー、びっくりした。出れん。ちょっと待って、出れん。え、出れる？これ、ほんとに。うわー、ダブリア、怖い。怖すぎる。マジ怖え。マジ怖えんだけど。借金は無理。部屋出たらおるかもって。やめろ。怖っ。いない、いないけど、こんわ。こんわ、この画角、こんわ。いきます。いや、怖え、マジで、こっち側とかは大丈夫よね。怖すぎる、マジで、この見えない部分が。ああ、マジで怖い、いけねえ。いけねえ。ああ、やばい、怖い。ああ、借金したらなんかある？もう一、ピアノは絶対違う。絶対ピアノ違う。もうさ、ああ、怖い。
お母さん、ああもう怖ーい、絶対おる、あれいない、お母さんしかいない、え、和田アキ子、和田アキ子は多分あそこにおる、いいのね、テレビ、テレビはフラグよな、死亡フラグじゃないよね、金魚どっち、テレビ金魚どっち、どっちだ、金魚、金魚信じるぞ、テレビどっちだ、どっちも、どっち、どっち、男女3人、え36歳、怖っ、何これ、ちょやめて、ほんと怖い、 LINE 来んな今、何これ、どうする、いないいない、お母さん大丈夫、あーこれどう、金魚大丈夫、金魚、お母さん、お母さん喋ってお願い、金魚、金魚どうすればいい、なんもない、金魚、金魚で何する、ピアノの、ピアノダメじゃん絶対、だってここのピアノいいの、触って、絵画の次、絵画ってどこ、絵画があるわけよ、あこれか、あーあれか、ルーム、ピアノ、ピアノ行かせようとする、ちょ待って、本当に知っとる人だけにして、行きました、うるせえマジで、絵に行く、絵に行く、え、これね、絵見れません、どこの絵、リビング、リビングの絵でいい、オッケー、リビングの絵、いやー、さっきこんなんじゃなかった、大丈夫かな、これまだ音は鳴りやんだ、オッケーオッケーオッケー、多分これで正式、大丈夫、いいはず、ママはもうダメ、あいつザッしか言わん、和室のピアノは触ったらダメなはず、自分の部屋に武器ある、マジ、絵はこれ見ただけでいいやもんな、いや玄関から化け物出てくる言うなよ、武器が、武器どれ、武器どれ、どこ、絵触らないといけない、うわー、絵触るで、ここは音楽、ピアノが怖えよ、ドア閉まっとるって、こういう、おめえ、何の笑い、何の笑い今の、これからは良い子でいなきゃ、嬉しい時みたいにいつもニコニコしていいよ、これならきっと泣き虫くらいには勝てるはず、左クリックで戦う、え、戦闘するんこれ、戦う、戦える、泣き虫くらいには勝てる、はいはい、ついに、ついに顔ができました、で、これで金魚行く、お母さんまだおる、金魚行く、これ、金魚行く、お前気持ち悪い、マジで金魚きっしょ、何これ、今の絶対フラグやんな、え、これどうする、か、母に、母を、え、なんか武器持っとるよ俺、こっから動けねえ、てめえ、おれ、もう意味が分からん、攻撃しましたけど、え、もう無理やん、そんな、もう攻撃したって、俺、あいつ家の中にも入ってくんの、どっから始まる、お面つけとるっけこいつ、つけてないということは、はいはいはい、もうもうもう分かったもんよ、ただいま、あ、お母さんいつもの、はい、和田アキ子だ、オーケー、お母さん、ああ、ああ、怒ってるわ、戻んね、バイバイ、ありがとう、いつもありがとう、お母さん、ピアノでも弾こうかな、ここばかマジで怖い、もう怖いもんね、もう怖いもんね、これね、これそのまま避けて、さっきのやつ、うぅぅビビってやがるぜ、笑え、お母さんの方に行って、お母さんの方に行くのね、オッケー、お母さんがやってくれるとか、化け物来たら、オッケー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 、二刀流、
オッケー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 。きっしょ。しゃべってねえ、こいつよく聞いたら。あは、助けてください。これどうすんの、これ大丈夫かな、これ。あいつめっちゃ探してない、俺のこと。え、部屋入ってたって、俺の。え、どうするこれ。いや、ここで。お母さんまた来た。どこのタイミングで行くんだ。お母さん来たって、また湧いた。お母さんが湧いた。お母さんが湧いたんだけど、今ねえ、誰お母さん。あ、ナイスお母さん。お母ちゃん、ありがとう。湧いた。おお、こっからこれセーブした。え、パーリーみたいな撮るよ。え、さっき、お前はさっきの、え、これ、このまましたいいっすか。やっぱり待つべきだったみたい。神社に戻ろう。何度殺せばわかるの。怖っ、カッコ、カッコが怖い。え、これどうするんだ、どうすんだ。はい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 。そ、あなたはさっきの部屋を覗いてた人じゃないですか。あなたがピアノを弾いていたんですね。うまいなぁ。そんなん喜んでもよくない。絶対怖いし。ね。ね。はい。ね。ね。知ってた。こいつ殺せるんちゃう？うれ！はぁ？何の武器なん？攻撃できますって。は、これやべえ。もう一回？なぁ！お前そっから音楽は運動会やった。でも今なんか情報がちょっと、じゃあとりあえずすぐ始まるって。はいはい。お前すげえな。どこ行けないんだ。青は積んだわ。うえ、お前全然怖くない。なぜか。どこのマンホールに行けばいいんだい。こっちな。マンホールなくね。マンホールないっす。それでマンホールがありません。あー、いやー、びっくりした、びっくりした。あ、今裏画面って言ったんでね。はい、これ見ろ。入る。犬おるし。マンホールが赤くなってるのに踏むから怒られるんだよ。怒られるとしばらく足がくすんで動けなくなってしまうけど、攻撃されることはないよ。え、どういうこと。引きつけたから別のマンホールの近くに出ることしよう。赤いの踏んでもいいけど攻撃されないよってこと。多分そういうことやな。オッケー。え？赤い時に踏むと怒られる。で、これ。こういうことな。じゃあ、後ろ。ねえ。あの人の首はどこにあるのかな。あれじゃコーヒーが冷めちゃうよ。それよりも、ゾウさんが問題ね。大きいから踏みつぶされちゃいそうだ。しゃがんでいたら気づかれないみたいだけど。何？あ、しゃがめますわ、ゾウさん。歩けますもんで。向こうだわね。ゾウがおるぞ。首ねえな。攻撃、うわ、首から出とるね。気づかれないですか、これ。ゾウ、キモ。本当に気づいてない、俺のこと。う、首、キモ。え、これ簡単では。これって、これ、あ、触らなければ出てこない。あー、これ暗記ゲーだわ、絶対。パリピだ。あ、そういうことね。これ暗記ゲーだな。犬が邪魔だな。ちょっと待って、これ犬でつまん。お、キモいな、お前歩き方。キモ。コーヒー飲んでる。え、これにワンちゃん、ワンちゃんだけにじゃなくて、これまっすぐ行って。行き止まりだな、これ、どうやら。あそこ行くしかねえか。あの犬っころやべえ。
来た来たって来たって来んなよこっち。うわもうこれいけんのか俺クリア。もうそれずる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 。お油断してるからこっちは。えここ行っていいと思う？あほんまや書いてあるわ。書いてあるね。あ、なるほど。ん？んでどうすんだこれ。こっち行くだろう多分。犬がこっち来るんよなあいつ。来んなよ。ここに入ったんよな。入っていいこれ。怖っ。え、誰？え、でも、まあ、分かった。今ビビった。え？これ踏まなけりゃ出てこんやろこいつ。何これ？超簡単では。え？見にく。うわーなんか、え、タコさんの遊具がパリパーリーピーポーしとるよ。レッツパーリーピーポー。何？はい。クリア？え、何？あいつは暴れると勝ち目がない。泣いて動けなくなってる隙に左クリック。何？ボス戦？ボス？え、暴れているよ！無理やろかい！左クリック最低5回はめった刺しにしよう。はいはいはい。いつ泣くねん！いつ泣くねん！キモ。キモい音しかせん。キモい音しかせやん。いつ泣くんですか？あなた、いつ泣くんですか？いつ泣くの？いつ、え、なんかし、え？いつ泣く、いつ泣くの？ねえ！ねえ！なあ、わからねえ！わからねえ。来る？おれい！おとるせい！家に帰りたいだけなんだってばよ。だってばよ。ナルトでした。フューチャリングナルト。え？行っちゃっていい？なんだこれ。なるほどなるほどね。余裕。ここにもおるんかよお前。これもクリアまで近くね。え、フォッチフォッチ。急がないといけないこれもしかして。なるほどな、急ぎだ。結構急がないといけないかもしれない。ジャンプ。なるほど、むずい、むずいね。そういうことね。時間制限あり、 OK です。任してください、リズムゲーのプロ。ノー、むずくねこれ。やばい。上がれ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 。むずくないこれ。 OK。行ったんちゃう？なんだい？何？こっちだな。わかるぞ。なんだこれは？なんだこれは？どういう状況は？え、なに？初見殺しすぎんこれ。あ、こっから？なに？どういうこと？
食べられたってことこれ。どういうことだ。ドゥーン。なーにー、わかんねーよー。はい、ジャンプをします。うん、ジャンプしましたよ。はい、ジャンプをします。どこかに飛ばされよくわかりません。ジャンプをもう一回。はいはい、ジャンプをしてね、もう一回。これはどこなのか何もわからない。あ、クソ、なんだこれ。ドーン。ジャンプ、ジャンプはしなくてこっちに行きましょうね。なんですか、こっちは下に行け。うん、どこ、うん、どこ、どこいしょ。どこに行ったらいいのかな。うわー、これはなんだ。おっと、これが左手から右手に行けってことちゃうんかい。行くぞ、わしは行くぞ。そういうことやろ。乗るぜ。なんだこのドラマティックな。行った。おら、向こう側に、なんだ？あ、事故ってたってこと？お父さんとお母さんが？え？ここで事故ってって、お母さんだったの？うわ、慰めてくれてたんだ。そういうこと？え、よっこいしょういちって言わんかった？え、大人になった。あ、え？もうこ、え、これなんかある？こっから。あ、私、中入っていいってことこれ。え、家に帰れましたよってことこれ。俺隣の人だったりとかする？どういうこっちゃ。何？え、え、ちょっと待って、今めっちゃ顔怖かった。え、立地が、え、どういうこと。え、解体工事のお知らせ。解体するんだって。マンションと近くない？で、多分これ戻るんやろ。これマンホール入ってもいい？入っても意味ない。で、赤信号は行っちゃダメだよな。青信号で行く。え、何これ、これ誰？はい、なんだ？雲の上はもういいや。色あせたって消えやしないんだ。青紅葉が。あ、さあ帰ろ。怖っ！何これ？え、どういうこと？エンディング？え、嘘やん！めちゃくちゃパーリーピーポーやけど、鈴木モザイコちゃんっていうんや、あの子。明るくない？なんかホラーゲームの終わりに。はい、ということでね、
見事、ゴーホームというゲーム、クリアということで、どういうこと？お父さんとお母さんだったってこと？追ってきたやつが象に乗ってたのがパパってこと？そういうこと？いや怖かったね。怖すぎたくらいなんだけど、いかがでしたか？逆に皆さんはいかがでしたでしょうか。いやもう皆さんのおかげでクリアできたと言っても過言ではないかもしれないけど、俺上手くなかった？リズムゲー掴むの。いやーまたね、多分夏休みもう一作品ぐらいはね、ホラー作品やるかもしれないので、皆さんよかったらまた来てくださいということで、ご視聴ありがとうございました。怖かったです。またね、バイバイ。